どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、琵琶湖にやってまいりました。なんかいろいろね、落ちてますね。淡水二枚貝の貝殻とか、これ多分セタシジミの貝殻かな。琵琶湖固有種の貝ですね。セタシジミは結構有名ですよね。一応こういう淡水二枚貝の中にも、琵琶湖固有種の、琵琶湖にしかいない、これはこれあれかな、笹の葉貝の貝殻かな、持って帰ろうかなこういうの集めるの好きなんですよね。これ動画終わろうとして、いやちょっとねガサガサしてるところは撮影しなかったんですけど、いや来た、これですよ。タナゴね、この貝に多分埋め付けてるんですよ。これ、琵琶湖にしかいないですね。笹の葉貝という貝でして、なんか、ヒガイっていうお魚が、この貝を好んで、産卵するみたいですけど、うわ。で、タナゴっすね。彼らがね、この、笹の葉貝、この二枚貝ですね。他の貝にも、埋め付けるんですけど、シジミとかは、なんか、いけないみたいですね。タナゴと、この、二枚貝。こういう二枚貝の仲間がセットになって、ここまで、増えれると。だから貝がいないと、タナゴも増えないんで、やっぱりね、こういう泥の多い、こういう水路なら、タナゴとかもね、増えてくれると。お、これとこれはまだ別の種類っぽいですね。ちょっとあんま淡水二枚貝にあんまり詳しくないんで、そのあたりは何とも言えないんですけど、なんか別の種類っぽいね。持って帰ろうかな。はい、行きましょう。いや結構深そうやけど、そう、あ、まあまあ深いな。まあまあ、やっぱね、あれ言うて、膝下ぐらいか。お、なんか、エビが取れましたね。小さなエビが。まず一匹目は、スジエビの仲間かな？ぐらいしかガサガサできんけど。結局、淡水二枚貝。なんか魚いるのよ。魚いるよ。なんやかんや琵琶湖でガサガサするの初めてや。そことかになんかいいんかな。エビが多いですね。なんか、お、なんか魚、お、魚結構取れた、ラッキー。はい、で取れた魚こちらですね。これ何、これ沼秩父かな。沼秩父っぽい。いや面白。そう。ただ湖だから結構深いですね。よいしょ。だからあんま取れへんな。よいしょ。お、やった、なんか取れた。おお、これ沼秩父かな。ちょっと家帰ってちょっと調べてみよう。おお、吉野ぼり取れました。
これはどっちやろう、琵琶吉登りかな、大宮吉登りなのか。ちょっと吉登りっていう魚自体は結構有名だと思うんですけど、吉登りを分けると川吉登りだったり東吉登り、あとまあいろいろ島吉登りとかいろいろいるんですけど、琵琶湖にしかいない吉登りが2種類いまして、それが琵琶吉登りで、もう一つが大見吉登りと呼ばれている吉登りの仲間ですね。大見吉登りと琵琶吉登り、少し特徴があって、で大見吉登りがですね、上顎が下顎と比べて出ています。で琵琶吉登りが下顎の方が上顎と比べて出ているっていうのが、まあ、特徴の一つにあります。で今回発見した吉登りなんですけど、下顎の方が上顎よりも前に突出していたので、もしかして琵琶吉登りかもしれないですね。一見同じように見える魚でもよく見ると微妙に違ったりしたりして、結構面白いですよね。なかなか、なんかこう素人目から見たら、まあ、全く同じように見えるんですけど、まあ、そういうのは、まあ、生き物を、まあ、こう観察し続けて目を養っていくことが大事かなと思います。うん、こういう砂地とかに魚が潜んでたりするらしいんですけど、なかなか姿を現してくれないですね。姿を現してほしいな、見たいんや、見たいんや、あの一本線を。よいしょ。お、おい、おお、取れた、取れてしまいましたね。きたー、きたー。これセタシジミやろ、このフォルム。生きてるセタシジミですね。これは琵琶湖固有種です。なかなか感動やな。しかも結構でかい。まあ、味噌汁とかで、ね、よく食材にされる、セタシジミくんですね。はい。リリース。いろいろ。もう貝殻見ただけでもテンション上がるよね。この辺りとか、なんかいたりしますかね。沼秩父っぽい魚が多いですね、この辺りは。この近辺は、まあ、ブルーギルとかブラックバスとかはいいひんけど、これは秩父パーティーなんて。このエリア、このエリアマジで秩父多すぎ。淡水は毒を持った魚があんまりいないんで、まあ、そういった点ではこう安心して歩けますね。うん、なんか海とかやったらクラゲとかいたり、エイとか踏んじゃったら、ん？おう！お！え？何これ？ちょっと待って。なんかいい、なんか小魚が取れたよ。お、なんかスゴモロコっぽいような気もするし、なんかニゴイっぽいような。あ、なんか。あー、ちょっと、なんかニゴイっぽいような顔やけど、なんかスゴモロコっぽくも見える。あ、はい、なんか琵琶湖固有種のような感じの魚っぽいような気もするけど、ニゴイっぽいような顔もしてんな。まあ今日はこんな感じですね。
まあ大型鈴島土壌とかは出会えなかったんですけど、まあ、ちょっと時期が悪かったかな。5月ぐらいに来たら産卵しに来てるかもしれないんで、また来年の5月ぐらいに来ようかな。ご視聴ありがとうございました。また来ます。